長年川遊び客によるごみの不法投棄に悩まされている東吉野村コロナ禍で迎えた今年の大型連休も心ない一部の人によるごみの放置は収まらず回収されたごみは3 0キロ以上になりました清流高見川での川遊びが人気の東吉野村ですが長年行楽客によるごみの放置問題に悩まされてきました このため、去年春には環境保全を目的としたマナー向上条例が施行され新たに放置ごみの写真を村のホームページに公開するなどしてマナー啓発に取り組んできました今年の大型連休は近隣府県で緊急事態宣言が出される中村では河川敷への立ち入り自粛も呼びかけられましたが バーベキュー客は後を絶たず5月1日からの5日間で河川敷周辺から3 0キロ以上のゴミが回収されました中には午前5時ごろから河川敷に入ってバーベキューを行うようなグループもあったといいますこのグループが帰った後はバーベキューの網や空き缶さらにテントまで残されていましたが 不法投棄の状況は帰った後しか分からず、その場での対処が難しいのが現状だといいます。夏の行楽シーズンに向けて、村は引き続きマナー向上の呼びかけを行っていく方針です。村の中では、やっぱりあの河川等でのバーベキュー、キャンプ等、禁止を求める声もありますけれども、やっぱり村のこの川の美しさとか。 いったものはやっぱり村の魅力の一つでもありますし、またそうした禁止をすることで、やっぱり村の村民の方々の影響も出ますので、できる限りマナーの向上を努めていただくということで、粘り強く進めていきたいと思っています。